帝国の6時になりましたので、今日の講演会を始めさせていただきます。どうもありがとうございます。連休のお忙しい時にわざわざ足を運びいただきまして本当にありがとうございました。今日のテーマはですね、日中戦争、戦争は確保しておるんですけれども、日中戦争が始まった、どうなる日中関係と中国ビジネスということで、この間皆さんも非常に関心を持たれたと思いますが、その一連の中国の反日デモというより反日暴動だというふうが、いうふうに言った方が実情に近いと思うんですけれども、その行き先がどうなるのか、それと今回非常に誰の目にも分かる形で出てきたこのチャイナリスク、なかなかその個別日本という国、日本というやっぱり国民に対してやっぱりその焦点が絞られたその反日暴動みたいなものをですね、中国する企業の方々はどういうふうに考えればいいのか、それとこのそもそも問題の落としどころはあるのかどうか、でさらに言えばですね、これから実はちょっとお話ししたいと思うんですけど、実はかなりマスコミあんまり正確な実は報道しておりませんで、よくネットでですね、マスコミと言われて、私は一部その賛同するところはあるんですけれども、それはそのマスコミにあるものが決して特定のイデオロギーに立ってですね、事実を歪めているわけではなくて、スポンサーがはっきり言えばですね、中国に進出している大手企業ばっかりなんですよ。そうすると私自身もですね、私これまでTBS、日本テレビ、それとテレビ朝日ですね、衛星放送を別としまして、地上波に出たことあるんですけれども、やっぱりですね、まず企業の話はタブーですよね。まず言えないです。で、それだけではありません。特にこれはそのテレビだけ、テレビが一番こういう傾向強いんですけどね、テレビだけではなくて、先日その某女性週刊誌からちょっとコメントを欲しいということで、3日前ですか、お話をしたんですけど、まあ、その方はですね、なんで青木さんが書いてるように、日本はこんなに中国援助をして謝罪もしてるのに、なおかつ戦えなければならないのだみたいなことを言って、で、その時にODA を止めるみたいな話がなぜできないんですかね、みたいな話を、まあ、されたんですよ。で、その方は、まあ、女性の記者の方で、それほどこの日中関係や中国関係に造詣の深い方ではなかったんですけれども、まあ、非常にそういう素朴な疑問があったと。それで、いやまあそれについてはその雑誌やですね、テレビや、まあ、新聞含めてですね、いわゆる大手のマスコミといわれるところは当然やっぱり規模が大きいわけで、それだけ膨大な広告費というのをですね、広告代理店から取っていると。でその場合ですね、私広告代理店の方から聞いたんですけど、中国に批判的なメディアに広告は出せないんですよ。これはっきり当事者から言われました。具体的に言うとですね、雑誌では賛否はダメです。正論もちろんダメ、ウイルも全滅、右翼雑誌だから、右翼雑誌ってはっきり言いますよ。で、そのさっき言ったそのいわゆる一般的なその女性誌ですね、これについてもですね、いやまあとにかくそのトヨタだとかパナソニックだとかが気に行くスポンサーになっててなかなか書けないんだというと、その女性誌の方は今青木さんからその2社の名前を聞いて、うちもダメだなと思ったって言われましたよ。3日前のことです。ですからですね、その中国に進出している企業そのものがね、中国に取り込まれている。具体的に言いますとですね、これもあんまり一般的に皆さんご存じないんですけど、大使館からクレームが来るんですよ。本当ですよ。経済部から。この記事はどういうことだと。こういうところになんでスポンサーになるんだと。これ日本での話ですよ。日本の話です。今現代の話です。中国の話じゃないんですよ。そうね、書けないですよという話も実は出ないんですよ。今回も似たようなことをおそらくやってますよ。で、それもいつにかかって日本企業と中国政府は、全ての日本企業じゃないですよ、中国に非常にですね、本格的に進出している東証一部上場企業クラスのですね、トップ企業と中国政府が利益共有関係にあるんですよ、ステークホルダーというですね、構図がある。ですから結論から言うとですね、今回のこの経済制裁に中国やってくるということも、狙いは実は何なんだと、ここをしっかり見ておくべきだと思いますね。彼らが狙っているのはですね、経済界を通じて政治を動かすことです。単純に喧嘩をやることじゃないんです。日本を揺さぶる、もっと具体的に言えば石原慎太郎的なるものを叩き潰す狙いはここです。
石原慎太郎は人民日報で右翼ゴロと呼ばれています。右翼ゴロ、北京市と東京都は一応ですね姉妹都市なんですよ。日本の首都で北京市の姉妹都市である東京都のですねトップ知事を右翼ゴロと書くんです。人民日報は石原的なる新しい形のですねネオナショナリズム、新しい形の中国政策の転換を求める人たち、この辺がですねやっぱり中国にとって非常に危機なんです。